バッファロートレース久しぶりに飲みますね、うん、バッファロートレース美味しい、うん、ここの蒸留所はあの歴史のあるね蒸留所なのでなんか自分もウイスキー集めてね40数年なんか僕の口には合うな、うまいわ、改めて、で本当にね甘い感じとバニラ風味っていうかなんか僕の中ではどんな感じで言ったらいいかな、なんかスーッと入っていく感じね。ただやっぱなんかこう甘さがあるバーボンでちょっとこう飲みやすいね。でまたねこのあのバッファローのねこのボトルがかっこいいね。ちょっと一回ロックで一回飲んでみよう。うん、ちょっと一回、うん、うん、香りもいい。ちょっとロックでいきましょう。綺麗。うん。聞くね。ロックにすることによってちょっと氷が溶けてやっぱり飲みやすく、なった感じですね、けどやっぱうまい。僕は飲みやすいねこれで。金額は確かこれ多分3000円から4000円ぐらいの間のバーボンだからまあ若干ね通常のこうね最近市販で売ってるねものに比べたら若干は少しは金額はするかもしれませんけど、今回新年早々なんですが僕の同級生のね酒屋さんで結構あの北では有名な酒屋なんですが高倉酒屋店の高倉キーちゃんがねこれ今回うちのあの天領した輸出物館のためにちょっと協賛していただいたんです。で僕がその多分キーちゃんはわからないけど私が高島幸四郎なんですけど多分ひょっとしたらこのバッファローとかをかけて僕にプレゼントしてくれたかなとかちの思うんですけどね、それはちょっと分かりませんがその趣旨はね、けどやっぱうまいです。これキケちゃんありがとう、はい、皆さんまたこちらのバーでまたうちの YouTube で飲みましょう。うまい。蒸留所は剣俺の口に合うねすいませんおかしいあーこれも俺にやっぱなかなかこの格好つけ難しいけどいいぜすいません本当にすいません牛一発目でそうそうそれを、想像じゃないです想像じゃないです